マリボル自動車工場はスロベニア、マリボルに本拠を置くトラックとバスの製造開発を行う自動車メーカー。1938年、ユーゴスラビア王国は自国で行われるライセンス生産トラックの開発コンペを開催。開発条件は道路事情が悪かった国内の道路を8000キロ以上走行可能な車両であることが求められた。この開発コンペに チェコの自動車メーカーであるプラガが勝利し、戦後、セルビアの納機メーカーとして知られた、ラコビカ社の前身となるザ、ザボビ、アレクサンダー・ランコビッチ社が、ベオグラードで部品供給を受け組み立てを開始しており、1940年に初となる完成車、プラガ RN がラインから出荷されている。しかし、この年の6月に、数軸国による侵攻を受けたことで製造は、 短縮された。ナチスドイツ占領下の1941年、ナチスはこの工場を航空機製造工場として使用することを決定、7月25日に準備と増設が開始されており、7000名以上の労働者を投入し1942年2月4月に3つの工場が完成している。1943年には空襲を考慮し地下分化の建設が始められているが、 要塞化されたのは一部であったため、1944年の空襲により工場は甚大な被害を受けたことで製造量が減少している。なお工場ではメッサーシミット用のエンジン製造が行われていた。1957年に撮影されたパイオニア1万台出荷記念の様子繊維をヨシップブロズ地等の主導により連邦産業省はマリボルを 航空機産業から自動車産業に切り替えることを決定。九百四十五年十二月三十一日、社名をテズノ・マリーボル自動車工場に変更する計画に地頭とボリス、キドリッチが署名している。工場はセルビアからマリーボルへ移設。翌年には、プラガのライセンス生産となる五十二キロワットの水冷ガソリンエンジンを搭載した3トントラック、タム・ピアニアの製造を 開始、1962年にまでに約1万7000台が製造されている。1957年には4.5トン積みのトラック開発のため、西ドイツの自動車メーカーであるドイツ社と自国産部品の3割を使用する内容のライセンス契約を締結。1961年に社名をマリボル、自動車エンジン工場に改名。8000名以上の従業員を雇用し、 トラック、バス、消防車、ユーゴスラビア人民軍向けの軍用トラック開発を行い、途上国向け車両の輸出を行っている。1970年代には、鉄道車両とボイラーなどの製造も行われている。1980年代、ユーゴスラビアの崩壊後に、企業の再編が行われたが、子会社の倒産や、経済の衰退から、 財政難に見舞われ1996年に解散した。2001年、タムの車両製造事業はタムから分割した事業を統合したマリボル車両工場に引き継がれており、スロベニア軍で使用されるマントラックのライセンス生産を行っている。TVM はウィ a トベクターのグループ企業となっているが、V&V 社は2011年に6200万ユーロの 負債を抱え倒産。2014年、中国の政府機関である国務院、国有資産監督管理委員会参加の国有コングロマリット、中国ハイテクグループ会社から出資を受け、タムヨーロッパとして再生し、空港向けバスと大型バスの開発と製造を行っている、ビベコーチベロ電気バス。ありがとうございます。